ジェイソンのコスプレジェイソン・ボーヒーズはホラー映画13日の金曜日シリーズに登場する架空の人物、怪物である。身長192センチメートル、体重114キログラムと大柄で筋肉質な体格だが子供時代は背が低く痩せ型だった。常人の2倍の大きさの心臓と異常に小さな脳を持っている。子供の頃は普通に言葉を話していたが、 大人になってからは不気味な息遣いとうめき声しか出さない。第9作で他人に乗り移った際は普通に言葉を発していた。1946年6月13日、ニュージャージー州ブレアーズタウン付近でボーヒーズ家の長男として生まれる。家族構成はジェイソン本人を含め父エリアス・ボーヒーズ、母パメラ・ボーヒーズの3人。イボ兄弟として ダイアナ・ボーヒーズや彼女の娘ジェシカ・ボーヒーズも存在する。先天的な病により顔が危険となっており、これがジェイソンを殺人鬼へ変貌させた最大の要因となる。1957年、クリスタル・レイクでキャンプに参加していた11歳のジェイソンは、その風貌から彼を怪物と意味嫌う少年少女たちの差別に遭い、 顔に布袋をかぶせられた状態で、クリスタルレークに突き落とされ、そのまま溺れて、消息不明になる。この時、管理責任のあるキャンプ指導員たちは、性行為に夢中で監視をおろそかにしていた。その結果、事件は、うやむやにされてしまい、ジェイソンの母パメラは精神に異常をきたすようになる。また、ジェイソンの父エリアスもパメラの異常性を察したのか、彼女の元から去ってしまう。 しかし、ジェイソンは奇跡的に生存していた。ジェイソンが消息不明になってからの間、パメラはキャンプ指導員をはじめとする観光者たちの殺人などを繰り返していた。しかし、13日の金曜日に起こした殺人事件の際、被害者の一人であるアリスの反撃によって首をなたで切断され、死亡する。偶然、 パメラの死亡する様子を目撃したジェイソンは復讐を誓い、事件から2ヶ月後に唯一生き残ったアリスの自宅へ侵入し、彼女をアイスピックで斬殺する。アリスの死体はジェイソンの家に持ち去られ、現場には大量の血液のみが残されていた。数年後、ジェイソンはクリスタルレイク付近にあるキャンプ場に訪れた若者たちを、 次々と殺害するが、被害者の一人である女性、ジニーの反撃により、体をなたで切りつけられる。しかし、すぐ蘇生して、補定を外された素顔の状態で、ジニーとポールに襲いかかる。翌日、ジニーは駆けつけた、警察官に救出されて病院に搬送されるものの、ポールはジェイソンと共に行方不明となる。その翌日、ジェイソンは、 クリスタルレーク付近のカフェを営む夫婦を殺害し、さらにその翌日には、クリスタルレーク付近のとあるキャンプ場に訪れた高校生たちを殺害する。その際、シェリーといういたずら好きの少年がガールフレンドを脅かすために使用していたアイスホッケーのマスクを奪い取り、それ以降はこのマスクを常に被ったままになる。最後に残ったメンバーの一人、クリスという少女の反撃に遭い、致命傷を負う。 致命傷からすぐに蘇生して、死体安置所から脱走した翌日、クリスタルレークに戻って、また殺人劇を繰り広げるが、被害者の一人であるトミー・ジャービスの反撃にあって、顔面にナタを叩き込まれ、前のめりに倒れたことでナタに脳が貫かれ頭もほぼ、ま、ぶたつになる。その状態でも、わずかに動いていたが、それを見て、怒りと恐怖で錯乱したトミーに、 ナタで執拗に、めったぎりにされ、ついに絶命する。去年、40歳。ジェイソンへの恐怖の記憶に悩まされていたトミーが、入院している森林の精神病院にて、ジェイソンと思われる人物による連続殺人事件が発生する。正体は、救急隊員である男性ロイ・バーンズ。無口でおとなしい性格をしたロイが、ジェイソンに扮した連続殺人に走ってしまった動機は、 事件前に精神病院で起こった生徒同士のトラブルにある。このトラブルにより短期で攻撃的な性格をしたビクターに斧で後頭部や腕をえぐられて殺害された少年、ジョイはロイの実の息子であり、理由は不明だがロイはジョイに実の父親であることを名乗ろうとせず、病院に預けていた。ジョイが無残な死体姿となったのを目の当たりにしたロイは精神に異常をきたし、 ジェイソンに扮して精神病院やその付近の人間たちを無差別に狙った連続殺人事件を起こすことになる。自分の子供を殺されたショックで殺人に走るようになった点はパメラと共通している。本物のジェイソンとの判別は可能で、本物は被っているホッケーマスクに赤いペイントが施されていたのに対し、ロイの被った。 ホッケーマスクのペイントは青い色をしている。また、服装も本物は、緑のシャツと白いズボンであったが、ロイの扮したジェイソンは、マイケル・マイヤーズのような紺色の作業つなぎを着ていた。しかし、本物のジェイソンと同様に様々な凶器を使って、殺人を実行した上、大柄の男性を投げ込む怪力や、トラクターに跳ね飛ばされても起き上がるタフさなどを見せつけた、ことから、 正体が発覚するまでの間は誰もがロイを本物のジェイソンと誤認していた。それは本物のジェイソンに襲われた経験がトラウマになっているトミーも同様であった。こうして18人もの人間を次々と殺害したロイは生き残ったトミーたちを追い詰めるが彼の反撃にあって片手を切断された上落下先にあった床の針山に串刺しとなり死亡した。 ジェイソンの死から約10年後、彼へのトラウマが悪化したトミーが、ジェイソンのフラン遺体を仮装するべく、墓穴から掘り起こした際、ジェイソンは落雷の直撃を受けて蘇生する。これ以降のジェイソンは、攻撃を受けても平然と起き上がる不死の体を持った、最強の殺人鬼と化した。トミーは、唯一事情を理解してくれた、保安官の娘メーガンと共に、クリスタルレイクで、ジェイソンを迎え撃つが、 彼はトミーによって湖へ沈められるも生きていた。時はたちジェイソンは超能力を持つ少女、ティナの手によって三度目の復活を果たし、クリスタルレークの住民を地祭りにあげてゆく。図らずも、伝説の殺人鬼を呼び起こしたティナは超能力を駆使して、ジェイソンに挑むが、絶体絶命の危機に陥ってしまう。だが、ティナの念で蘇った彼女の父親によってジェイソンは、固定封印される。 やがて、湖をクルージング中の船の怒りが、電気ケーブルを切断してしまい、感電で封印が解けたジェイソンは復活する。ニューヨークへ向かう船の乗員たちを殺害し、生き残りの乗員たちを追って、海を渡ったジェイソンは、ニューヨークで殺戮を繰り広げるが、被害者たちの起点で汚染廃棄物に流されて、地下水道で消息不明となる。その後、少年、 ジェイソンの原影が現れるようになる。ジェイソンの起こした惨劇から、しばらく経ったある日、ジェイソンは、クリスタルレークに訪れた女性を襲撃する。しかし実はその女性は軍人であり、ジェイソンをおびき出すおとりであった。その女性を追って森へ入り進んでいくジェイソンに、待ち構えていた特殊部隊の一斉射撃が降り注ぎ、ジェイソンの体は死産して、原型を止めないほどに破壊される。 その後、軍は、ジェイソンの肉片、特に依然として、生命活動を続ける心臓を持ち帰り、その不死の原理を突き止めようと研究するが、その最中に、ジェイソンの心臓が、科学者の一人に寄生し、ジェイソンは、宿主の体を借りて、殺人を再開する。途中で何度か宿主を変えながら、ジェイソンは完全な蘇生に必要な、 自らと同じ血を継ぐ身体を求めて、イボイとダイアナ・ボーヒーズの元へ向かい、そこで彼女を殺害してその意外に寄生する。しかし、その前に、名のジェシカ・ボーヒーズとスティーブンが立ちはだかり、ジェイソンは、ジェシカの持つ、聖剣で心臓を貫かれて力を失い、地面から現れた巨大な手に引きずり込まれて地獄に、落とされる。その後、ジェイソンのマスクを、フレディ・クルーガーが回収する。 2010年、クリスタルレイクコ研究所に隔離されていたジェイソンは、高速を破って研究員たちを殺害するが、最後の研究員であったロアンに反撃され、彼女と共に超低温室で冷凍保存されてしまう。それから400年以上も経った2455年、すでに崩壊していた地球へ探査を目的として、帰還した考古学者ローによって蘇生し、 宇宙船内で殺戮を繰り広げる。窮地に陥った乗組員は、宇宙船に登場していたアンドロイドを戦闘用に改造し、ジェイソンと対決。さすがのジェイソンも戦闘用アンドロイドにはかなわず、頭部を破壊されて死亡する。だが、医療用装置の誤作動とジェイソン自身の超常的な力によって、サイボーグとして復活、戦闘用アンドロイドを破壊して、 乗組員たちを追い詰める。しかし、乗組員の一人の身を呈した行動により、大気圏に突き落とされ、そのまま地球のクリスタルレークに沈む。エルム街の住人たちに忘れられたため、思うように活動できないでいたフレディは、ジェイソンの夢の世界で、母親のパメラに、化け、ジェイソンを説得して、彼の肉体をも蘇らせる。当初こそジェイソンはフレディに従っていたが、 次第に、自らの意志で殺戮を行うようになる。危機感を覚えたフレディはジェイソンを悪夢の世界へ引きずり込んでジェイソンと対峙し、水が弱点であることを疲れて一時は、歴史寸前まで追い詰められるも、エルム街の若者たちの起点でフレディは、現実世界に引きずり出され、自身も復活する。クリスタルレークで、死闘の末に相打ちとなるが、再び蘇生して切り落とされた。 フレディの頭を持ってどこかへ姿を消してしまう。ホッケーマスクとマチェット殺人においてジェイソンは様々な武器を使用しているがマチェットや斧を用いることが多い。第3作以降は怪物じみた筋力を用いた素手での殺人も行う。基本的に手に持って振り回すだけで使えるような原始的な凶器を使用し、その場にあった適当な道具での殺人も多い。 銃火器は一切使わず、その他の飛び道具を使うことも少ない。遠距離攻撃は基本的に武器を投げつけるといった方法で行うが、第3作では飛び道具を使っている。第7作で刈払機を使用した際は自分でエンジンをかけていた。第4作ではジェイソンを倒すために持ち込まれていた銃を事前に破壊しておくなど、高度な武器に関する知識もある程度持っている模様。 ジェイソンに殺害された被害者の数は200人を超える。襲われた中には生き延びた人間もいるが、精神不安定になって、精神病院へ移送されてしまうケースが多い。なお、パロディやオマージュなどでは、ジェイソンの武器イコールチェーンソーとイメージされることが多々あるがこれは間違いで、ジェイソンがチェーンソーを使って殺人を行ったことは、実は一度もない。 同時期に公開された映画、悪魔の生贄シリーズに登場する、殺人キレザーフェイスが仮面を着用して、チェーンソーによる殺人を行っており、これと不注意、または意図的に混同したものと思われる。第2作では逆にヒロインにチェーンソーで襲われたことがある。ジェイソンの最大の特徴は顔を覆うホッケーマスクであるが、ジェイソンが殺人を始めた第2作ではまだ被っておらず、 代わりに穴の開いた布袋を被っていた。これは幼少期に湖に投げ込まれ溺れさせられた直前に被らされたものであり、自らの危険の顔にコンプレックスを持っていたジェイソンに取ってなくてはならないものであった。現在に至るまでトレードマークとなっているホッケーマスクを被ったのは第3作からであり、被害者の一人であるシェリーが友人を脅かすために、 かぶっていたものを奪い取ったもので、第6作では、第4作の殺人を生き延びたトミーがジェイソンを仮装に、する際に用意したものを奪い、第8作では、最初の被害者が、ジェイソンごっこで遊んでいたのを殺して奪い取ったもので、あり、リメイク版では当初は、第2作同様に布袋をかぶっていたが、クリスタルレークの湖畔に住む農夫を殺害した際に、傍らに落ちていたのを見つけてそのままかぶったものであった。 マスクをかぶって顔を隠しているジェイソンだが、第8作では、自分からマスクを外して、素顔を晒し、絡んできたチンピラたちを追い払った経験がある。第2作第4作までの人間だった頃は、動作が機敏で全力疾走で標的を追跡するなど、隙が少なかった反面、ナイフで刺され大きくひるんだり、シャベルで殴られ気絶するなど、人間らしい弱点があった。 第六作の序盤に落雷を浴びて復活して、以降は、いかなる攻撃を受けても死なない、不死身の怪物と化したが、標的を歩いて追跡する様になったために逃げやすくなった。しかし、動作自体は相変わらず機敏であり、攻撃範囲に捉えた標的を一瞬で殺害するため、移動速度以外に、明確な弱点と呼べるものはなくなった。フレディ VS ジェイソンでは湖に沈められたドラウマから、 水が弱点とされているが、原作シリーズでのジェイソンは平気で水の中に入っており、第8作に至っては泳いでニューヨークに渡っている。またそのフレディ VS ジェイソンでも湖を泳いでフレディに致命傷を与えたため、これも溺れるというのを怖がっているのを勘違いしたと思われる。また、女性に母親と同じ格好や話し方をされると、その女性を母親と錯覚して、 殺意を喪失してしまうこともある。そして、自らの毛髪を剃って、坊主頭になったトミーの姿に、幼い頃の自身とイメージが重なって、殺意を喪失した結果、命を落としている以下に記述するのは、パメラに殺害された被害者である。殺害された順に記述する。ジェイソン・ボーヒーズという名前は、脚本のビクター・ミラーの息子の名前と、 高校時代の恋人の名前を合わせたものである。コトブキヤのホラー美少女シリーズにて、フレディ・クルーガーと共に美少女フィギュア化。山下俊也が美少女化のイラストを担当し、ブスジマ・タカシボクが立体化を担当した。2014年発売。スチュアート・フィショーフ、アレクサンドラ・デモ・プーロス、フレンス・ワグエン、レスリー・ハリー、アンド。 レイチェル・ゴードンザ・サイコロジカル・アピール・オブ・ユア・フェイバリット・ムービーモンスターズアイスコープブスオリジナルの2007年9月28日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 7 0 9 2 8 1 2 1 3 2 4 h t t p w w w i s c p u b s c o m c l i n l a b 0 3 0 3 w r t i c l e 2 p h p 2 0 0 9年6月22日閲覧 クローリアプーチ、X マークスジェイソン、S リターンツーシアターズ。USA トゥデー、http コロンスラッシュスラッシュ www.usatoday.com スラッシュライフスラッシュムービーズスラッシュ二零零二スラッシュ二二零零シュ四2 0 0 2 0 4 2 5 j a s o n h t m 二零零七年七月二十四日閲覧。 4作目に登場した彼女の母表に、1930から1979と記してある http コロンスラッシュスラッシュ w w w i m d b c o m スラッシュタイトルスラッシュ tj0082418 スラッシュと db アタブイコール tr& item イコール tr0776303http コロンスラッシュスラッシュ www.imtb.com スラッシュタイトルスラッシュ tt 0082418スラッシュとリビアタブイコール tr& アイテムイコール tr0776279http コロンスラッシュスラッシュ www.imdb.com スラッシュネームスラッシュ nm0454415 スラッシュバイオトリービアハット http コロンスラッシュスラッシュニュース .mynavi.jp スラッシュニューススラッシュ2014スラッシュ05スラッシュ26スラッシュ488スラッシュありがとうございます。